入江明子のそれ素敵やん。今月のゲストは京都で9店舗の美容室のオーナーいやメイクポリッシュのオーナー、いつもニコニコ柔らかい印象ですけれども、なんと元プロボクサー。はい、はい、なんか恥ずかしいな好きな食べ物はホルモン、美容師だけどシャンプー、ボディーソープ、洗顔料は一切使いません。そうなんです。 FM お得に、お得に乙姫、みかみかりかに、みかりんのパーソナリティの船越明正さんです。ありがとうございます。あ、もうごめんなさいね、こんな感じで始まりました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか一応こう始まる前に練習したかったじゃないですか。何も練習の意味になってなかったんですけど。練習の時より下手でした。はいはいはい、すいません、はい、ありがとうございます。もう5回目になってるんですけど、やっぱ始まったらまだ全然緊張するんですよね、はい、あ、そうだ、緊張して感じる。はい、緊張しました今月のゲストはあの村越さんなんですけれども、もう私元美容師なんですけど、もうそうなんですよ。で、あのポリッシュって言ったらすっごいもう昔から私知ってて有名な、はい、それもうポリッシュ9店舗も展開してるから私、はい、もうめっちゃ知ってるじゃないですか。でも昔はそこまで多くなかったじゃないですか。あ、そうなんですね。あ、まあまあ、でも、あ、そうか、まあ、あ、でも昔から知ってますよ、ポリッシュ。あ、そうですか。ポリッシュっていうのはもう結構京都で言うたらポンポンポンって出てくる、はい、あ、ありがとうございます。弥生さんとか、あ、いろいろ、ね、出てきますねあるじゃないですか、はい、のオーナーがまさかこんな気さくな人やとは思わなかったぐらいすごい言い方で心よく今日も来ていただいて、はいはい、いやいや、僕もこんな機会もらってね嬉しいですよ。いつもはね、はい、あの自分がパーソナリティしてる側じゃないですか。そうなんですよ。どうですかゲストに。え、もうめっちゃ気楽もうごめん、ほんまに、あ、もうマジ一言です。そうでしょ、はい、もう申し訳ないけど、そうでしょ、はい、もう時間の配分とか私が決めていかない。前、そう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 、ほんで私がゲスト来てくださいって言ったら村越さんの番組に私呼んでもらったんですよ。はい、で私がゲストやったからすっごい気楽やったでしょ。あの僕の番組出てくれた時でしょ。そう、めっちゃ気楽やった。もうその時僕もまあまあ準備いっぱいあって、わ、これうまいこと回せるかなって僕そう緊張してたんですよ。はい、もういるかも。超適当。超適当。何も無茶する。はい、そう、無茶してもう、はい、好き勝手やって帰ってきました。そうなんですよ。はい、ね、今度は僕の番です。やり返す番ですよ。今日は。やり返してください。はい、やり返す。やり返してください。お任せください。ありがとうございます。で、今日は村越さんに聞きたいのはですね、はい、そのポリッシュの話も聞きたいんですけれども、はい、村越さんって過去実は、うん、美容師の専門学校時代にプロボクサーやったんですよね。あ、そうです、そうです、はい、美容専門学校時代にジムに入らはったんですよ、ね、そう、美容学専門学校時代に、うん、なぜかボクシングジム行きましたね、はい、しかも、うん、もうプロを目指してジムに行った。はい、もうプロボクサーにならせてくれって言って行きました、ね、はい、そのプロボクサーになるためにはやっぱりそのあのジムもあれなんですよね。それプロボクサーになれるジムに行かないとあかんってことね、はい、プロライセンスが取れるジムを探して、うん、それで行きましたね。あれってどれぐらい、週に何回ぐらい。週に5は行ってたかな。5日か、まあ、少なくても4日は行ってましたね。お、何時間ぐらいですか。3時間ぐらい、練習時間は3時間ぐらいは道でやってたかな。学校終わった後に。学校終わった後に、だから次の日学校よう遅刻してましたよ疲れててあの、で美容師になりたいというよりかは、はい、その頃どんな感じですか。どっちが比重が。いや、もう完全にボクシング。あ、完全にボクシング、はい、すごいな、すごいな、はい、でプロボクサーになったのが、なったのがジム行きだしてどれぐらい。ちょうど1年ぐらいですかね。あれって1年やったら早い方なんですか。あ、多分だいぶ早い方やったと思います、はい、1年経つか経たへんかぐらいの際やったんで。おー、子供の頃からボクサーになりたかったんですか。いや、全然全く、僕らの時ね、うん、番組でガチンコファイトクラブってあったん知らないですか。分からんか、うん、あとまあ僕同級生でプロボクサーがいたんで、その時すでにその影響もあって、うーん、かっけーと。で、そのジムに入るまではやってみたことはなかったんですか。もう一切ないんですか。はい、そうなんや。でやってみたら、お、結構俺いけるやんみたいな。いや、そう、結構いけるやんどころか、うん、あのアホやから、うん、こう強そうな人と、うん、いや
やらせてくださいよって言って、殴り合いやらせてくださいって、勝ったらあのプロテストを受けさせてくださいって、おもうズタボロの血だらけにされて、もう顔面も血だらけで、顔面ボンボン腫れたまま次の日美容学校行って、はい、もうみんなに笑われました。でもそれでもひるむことなく、やっぱ俺やったんねみたいな。いやもうだから僕それも、で僕よりもひょろいひょろい人にボコボコにされたから、うんうん、こんな強くなれんのやと思って、もう逆に、はい、うーん、たまらん辛かったけど、あの痛くてほんまにもうこんな殴られる、悔しいもんな、悔しかったですよ。あ、そうなんや、ね、見た目はひょろひょろやと思ってたけど、そうそうそう、もうだって年下でひょろひょろの子にボッコボコにされるんですでもいい刺激になったんじゃないですかね。いい刺激になりました、うん、逆に、はい、こんな強くなれるんだ。そう、それをほんまに感じて、うん、ほんでもうジム通って、うん、やっぱみるみる上手なっていったんがもう分かった。そうですね、自分が強くなっていってるっていうのはやっぱ感じられた、うん、時間そうですよ。はい、どの何ヶ月で気づいてきた、気づき始めた。ね、3ヶ月ぐらいかな、やっぱり3ヶ月ぐらいはかかったような気がします、気づくのに。あ、強くなれてきてんなって。最初やっぱ減量するとかそんなんもあるんですか。あ、減量は試合、プロになってから試合が決まったら減量しましたね。練習の時はもう常に減量することはないってことですか。ないですけれども、まあ、ある程度ね、練習パートナーとの体重差あんまり開いたらあかんので、そこそこは維持はしますけど、まずね、うん、めっちゃかっこいい動画あるんですよ、うん、恥ずかしい、めっちゃかっこいいのある。その振りあったらか思ったよりかっこよくないやってなるやん。いやでも大丈夫、あれはほんまに私もうわーかっこいいって思ったのがあって、あのその動画をねちょっと一回ね、まずこれをまず見てもらったら、どんなに村越さんが、あ、今ってもうほらんと優しい雰囲気やけど、これを見たらあってみんな変わる。今ね、ボクシングファン多いじゃないですか、うん、井上尚弥選手が言うから、うん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 、みんなこ目が超えてるんですよ。だからみんな所詮あれですよ、デビューしたてのやつの試合やと思って見てくださいね。ではあのぜひどうぞ見てください。音入るんですか、これ。音は昨日の晩も、はい、天下一品のラーメン食べた後にチョコレートパフェ食べて最後焼肉行ったんです。でその間にケーキを作れるから、ショーみたいなのがあるんです。減量の後やったんで食いまくった。試合前じゃなくて終わった後にめっちゃ食った。あ、ありました。いや、減量の後、計量が終わって、そうそうそう、気が強そうでしょ。強そうね。今これラーメンで気強いからね。気強い、そう言われますね、よく。どうですか、皆さん。やっぱ硬いかな、硬いですね。なかなかね、ご自分の声が。フックがすごいですね。うちらの声って入ってるんですかね。もらう。どうぞ。うわ、かっこいい。結構でもな、お前冷静やな。ね、普通にかかってきそうなんだけどね。おお。ほんましんどかった。これ何ラウンドやった？これ4ラウンド目ちゃうかな。さっきの試合は1ラウンドでした。すごいトイレに行きたかった、この時。そう、はい、どっちの？え、あの水の方。ショーの方。はい、あ、やってる間に？あの、やる前からトイレ行きたくて。やる前で、あー、そっか。で、1ラウンドで倒してトイレ行こうと思ったら4ラウンド。ラウンドまで多分漏らしてたんじゃない。いや、分かんないですけど。いや、すごい、もう疲れてますね、僕も。両方疲れてきてるね、フラフレ。おお、すごい。いや、すごい。ありがとうございます。素晴らしい。いやいやいや、いや、そういうところ。すごい。ありがとうございます。最後。
ねえ、ガイッガイッガイッ追いかけてってすごい、やっぱりもう相手がもう疲れてきたのは分かってた、はい、相手がでも僕も疲れてたんで、うんうんうん、まあ、もう最後もう仕留めにいかんとあかんって、これで逃したらあかんと思って、そうだよね、チャンスね、はい、そうですね、これがね、見てたら結構ね、なんかあのガールが強いですよね、はい、ディフェンスが、はい、もうねえ、キスはもうマスターしたっていう感じだもんね、はい、そうで、フックも結構もうタイソンが殴ってくるめっちゃ速いよ、あのスピード、ここ行ったもんね、ありがとうございます、うそうそうそう、すごい、すごい、すごい、いや、そんな風に言うてもらって、なんかこの動画を見て、うわ村越さんってね、いつもの雰囲気と全然違うからはい、あやっぱすごいと思って、その動画を見てからの今日やったから、いやいやいや、今日下で会った時、はい、お村越さんかっこいいってなんか思いました、おー嬉しいなぁ、エイレさんそんな言うてくれんな、嬉しいなぁ、おーすごい、もうね、あれ結構あの何、はい、中継の人、中継の人、中継の人とは仲、あの多分お笑いの結構有名な人ですよね、そう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 、もうでも20年ぐらい前、でもこれ聞いたことある、こうその芸人さんやと思うんですけど、はい、ね、村越はあのアーミーって気強いですからね、そう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 、言うてくれてはりましたね、で隣の人がそうそういつもニコニコしてるけど気強いからねみたいなのを言うてはるんですよ、はい、ね、そう仲良しなんですか、みんな見てはるってこと、え、みんな見てはるって、あ、その見ながらコメントしてくれてはるみたいで、でも僕スタジオには行ってないから、その直接の、あの何回か僕このテレビ出してもらったんで、それで知ってはる、それで、あ、前回に引き続きこいつちょっと気ヘラヘラしてるけど気強いとこあるんすよみたいな感じ、気強いとこは私全然まだ村越さんのとこ見たことないから、はい、でも気強い、僕もそんなことないですけど、あのリング上がったらあの気変わるって言われますけど、うん、スイッチ入るんでしょうね、そうだよね、スイッチ入るもん ね、でもスイッチ入るだけど、あのなんか1ラウンドなんかおしっこしたいとかいうそ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 う、緊張してたんですか、いやそれはね、あのもうあのファールカップ、うん、ファールカップとかつけるじゃないですか、あ、そうだね、だからもう外せへんくなってて、あ、そっか、それでもうあかん、これもう外す時間ないってなって、うんうん、あ、もう行くわって言ってで1ラウンドで終わらすわって言って、うん、そしたらもう全然相手強くて、でも最後なんとか、ね、なんとか、はい、もうだからね、トイレのことはもう忘れてる、必死やったもん。でもね、すごい、でもね、村越さんね、うん、あのプロの時ほとんど負けなしなんですよ。おお、ね、全部で何試合ぐらいされてる？全部で6試合ですね。一旦引退しましたけど、トータルは6試合しました。うん、あの経歴のね、あの素敵やんメモがあるんですけど、ちょっと素敵やんメモ出していただいていいですか？はい。メモ。素敵やんメモがあるんですよ。メモがそこに。素敵やんメモ。あ、素敵やんメモ。白いやつですね。白いやつ。あ、今から入れるわ。あ、ごめんなさいね。それに経歴があるんですけど、一回引退されてるんですよ。あ、そうです。美容専門学校を在学中にプロになって、うん、はい、で卒業せんと学生のままあのプロで試合しました、デビューして、うーん、で何年ぐらいやったんですか、ね、2年ぐらいかな、ね、そこから、うん、2年ぐらいやって、あ、ごめんなさい、19歳の時に美容専門学校在学中にプロボクシングジムに入会、はい、20歳でライセンス取得、はい、美容専門学校の在学中にプロデビュー、はい、なんで22歳まで2年間ずっとやってはったってこと、2年やってたと思います、はい、2年ぐらいね、はい、その時が、4戦されてて、はい、3勝、はい、3KO、はい、1引き分け、はい、1回引き分けて、だほとんど勝ってはるんですよね、そうなんですよ、そう、それなんで1回引退するんですか、いや、その引き分けた試合で、うん、拳折れてしまってて、うん、で、うん、で次の試合引き分けなんですよ、ちょっと言わせてくださいね、これ引き分けやけどトーナメントでどっちか上がらさんたなんですよ、うん、で再判定で僕優勢判定で僕勝ちなんですよ、引き分け、ほなもう負けなしですよ、そう負けなしです、はい、でただ次の試合に拳を俺出て出れへんかって、ああそっか、はい、で、そうなんや、はい、でもう減量もしんどいし、うん、でね、拳治るまで時間もかかるから、うん、もう仕事しようと思って、うん、ああそっか、はい、そうなんや、ねえ、なんか好きなことやっててもあんまり
正直お金もないじゃないですか、うんうんうんね、プロボクサーって給料そんな良くないですか。そうですね、アルバイトしながらやったんで、でも周り頑張って仕事をしてしっかり稼いでたから、うん、なんかそっちの方がキラキラして見えて、あーその時はなんか自分がねボクシングは買ってはいれど、うんうん、ねそんなちゃんと仕事してるわけでもないし、アルバイトやし、その時アルバイト、はい、アルバイト何してはったんですか。え何してたかな、アルバイト何してた、ガソリンスタンドとかコンビニとか、うんうんうん、そう普通のやつですよ、そんな、うんうん、しながら、そうそうそういうの、ね、夜のアルバイトとかしながら、うんうん、あれあのグローブしててもやっぱり折れるもんは折れるんですか。折れますよそんなの、はい、あんなん全然ガードにはなってない。なってないです、はい、あ、まあ、なってる、なってないというか、うん、まあ、なってるけど、うん、折れますね、うん、折れる人っているんですか。ラッピングとかはどう、中にバンテージしっかり巻いてやってますけど、それでもやっぱ、うん、アッパーで折れたね、うん、僕は。あ、そうなんや。顎で、うん、まあ、向こうの顎は大丈夫やったんですか。どうでしょうね。ねえねえ、どうでしょうね、どうでしょうね、ねえ、わかんないっすわ。折れた時わかるんですか。あ、行ったなって、行ったあって、なんかわかります。あ、これ、あ、これおかしいっていうのは。でもその折れた手で殴ってましたよ、その後も。はい、そうっすよ、もうそうです。それでも負けることなく、それでも、はい、なんとか。それ折れてへんかったら、うん、それ買ってたんやね、多分。いやそんなこと、そんな感じで相手も強いですから。いや、これってそんな時間かかります。え、時間か、やっぱかかるか、そうですね、かかりますね。ほんで某美容室にも就職しようと。そう、はい、あのヘアメイクポリシャンで某美容室に就職させてもらって、うん、で就職してやっぱ思うねーみたいになって、はい、いやいや、あの仕事全然できひんかって。はい、なんかボクシングやったら結構勝って、あ、ね、ちょっとしたら栄光みたいになってるじゃないですか、テレビにも出させてもらってて、で仕事やったらほんまにもう手ほどの役位をたたえくて、なんか情けなくて。でもそれ、初っ端のその美容師ってもう、はい、ほんまシャンプーから始めたりとか、はい、でなんかその上の人の補佐をするとか、はい、で補佐もいまいち意味分かってへんから、どう補佐していいか分からない。あ、そうや、美容師やったって分かるよ。そう、そういう感じやから。補佐は何なん。補佐はそのあの例えば先輩美容師さんが次カラーするってなったら、うん、それまでにお客さんとこ行ってクリームこの辺塗って耳を開けるとか、あ、準備をやるみたいな、準備をしたりするけど、全く流れが分かってへんかったら何をしていいか分からへんから突っ立ってるみたいな。なるほどね、はい、そうなんですよ、突っ立ってる、突っ立ってるみたいな感じ。初めは流れ分かんないからね、どうすればいいか分かんないんだよ、ね、そうなんですよ、仕事もできることが少ないから、うんうんうん、ね、えそれ怒られたりしてた。あ、怒られたりしてた。これだねとか。あ、もちろんもちろん、いろいろね、怒られますよ。はい、ね、あ、そうなんや。え、でもその折れた拳で手伝ってはったんですか。ね、その頃は何、まあ、その頃は、まあ、折れても別にグーパーはできたんで。うーん、でも美容室はどれぐらい働いたんですか。美容室3ヶ月ぐらい。はい、短い。あ、でも、はい、いい、そう、あのすぐもう切り替える方がいい。危ないなって思ったら3ヶ月でしょ。いや、我ながら根性ないな。ボクシングで根性当たるな、おかしいな、矛盾してるな。まあ、あ、やっぱり俺はボクシングやろうって思ってね、はい、やっぱボクシングが向いてる、俺は向いてると思って、はい、ほんで戻って。なるほど、もうすぐ風邪に治ってたんですか。はい、もう治ってますよ、うん、でもやっぱね、練習不足ですよね、戻ってからは、うん、で、ステーキ飴もまたちょっと続きがあって、うん、はい、でプロボクシングに戻って、はい、そしてすぐにプロボクシングまた引退。どれぐらい？6ヶ月。あんじもね、昨日がおとついぐらいに、はい、村子さんちょっとプロフィール送ってくださいよって言って送ってもらって、よくよく見たらすぐに引退やけど、すぐにボクシングも引退したなと思って、はい、これは なんで6ヶ月ぐらいで引退しちゃうん。それはね、で戻って復帰して一発目の試合は KO で勝てたんです、うん、勝ってましたよね、はい、うん、でその次の試合で、うん、あの判定で負けて、うん、でもその時も顔面骨折させられて、うん、で救急車で運ばれたんです。あ、救急車だったんや、はい、でそのまま手術して入院して、で、まあ、まあ負けたらやっぱやめようって思ってたんです。それはもうそれはもう昔から負け方によるんですけど、なんでそれでいやー、でも負けたらやめようって思ってたんで、あ、もうだから僕リングの上で、うん、あの
もう途中でもう判定も取られてるし、うん、もう顔面も折れてもうちゃんと相手も見えないじゃないですか、うん、でもう負けてるの分かってるから、うん、もう泣きながらパンチ打ってた、うん、もう辛くて、そっかそっか、はい、もうそうなんですよ、ね、なもう泣きながら、うん、何ラウンドやった、10ラウンドやったんですか。いや、その時はあの4ラウンド、4ラウンドやった、はい、あ、まあ、6ラウンドの方も、6回戦の方もいけたんですけど、トーナメント出たかったんで、うんうんうん、でも負けるっていうのはあのね、辛いんだけども、はい、絶対負けたりするんじゃないですか、うん、勝つ人がいたら負ける人もいるから、ね、負けることだって全然あり得る話じゃないですか。そうだよね、でも、そうですよね、でも負けたらやめようって思ってた、自分に厳しい、厳しいな、いやでももうほんまに、あ、負けへんとかちょっと思っちゃってたところもあるかもしれない。そうだよね、はい、まあ、でも相手舐められたかっていう、そう、もう、うん、ね、絶対に勝ってやろうって、まあ、ただね、その対戦相手はほんまに強い人やったから、うーん、あれはね、辛かったですね。で、やめて、やめて、はい、すごいね。なんか僕はもうあのすぐそんなやめたと思う、あの、あ、誰かに言われたのかな、例えばお医者さんに、ね、手術を受けたじゃないですか、はい、多分お医者さんが、あ、もうボクシングやめた方がいいんだよとか言われたのかなと思ったの、うん、ああ、ちゃいます、ちゃいます、じゃなくて、はい、僕の中で、はい、まあ、減量も嫌やったしね。減量は結構辛いみたいですね。減量辛いっすよ、辛い。減量ってどんな、もう食べない、飲まない。まあ、僕らの時は、うん、今ってなんか減量の仕方、うん、いろいろと科学的なあると思うんですけど、うん、僕らの時はほんまに食べない、飲まない。どれぐらい痩せるんですか。僕は8キロ落としましたね。うわ、すごい、すごい、まあ、スパンで何日間。僕身長やったから1ヶ月半ぐらいかけて8キロ落としたかな。うわすごいね。ま、ねえ、しかもその8キロがその別に太ってる8キロじゃないじゃないですか、うん、そもそもね、トレーニングしてるからそこそこの状態から8キロ落とすから、それがきつくて、きつい、だって筋肉を、はい、落とそうという、ね、あ、もうそういうことですよね。そうするとパワーも落とさないね、落ちてしまうというのはありますよね。減量終わったら、計量が終わったら食べる、そう、うん、僕さっきの VTR でなんかあの天下一品のラーメン食べて、チョコレートパフェ食べてとか言うたら焼き肉食べてとか、うん、あれは計量終わって反動で高め、そういうことか。だから4キロから5キロ近く戻るんでね、体重。うわー、そうやね、戻る、食べ出した。だって今の VTR 見てたら、天一食べて、はい、その後にパフェ食べて、あ、そうそして、焼肉食べましたって言うてたもんね、はい、だから枕元に菓子パンとか置いてて、もうなんかとにかくご飯に対する欲求がすごいことになってるから、もうずっと目覚めたら食べてって、はい、それはリバウンドしますよ。それ絶対するよ、めっちゃしますよ、リバウンド。減量期間中しんどいですよね。だってボクシングの中でね、なんかもう今でもそういうなんか結構トラブルがあるのもね、あ、そうなんかもうある選手が自分の相手を減量させるとか、もう要するにもうパワー落ちるんじゃない、はい、それはもうちょっとずるいとかいう話になったりするから、はいはい、そう、減量、まあ、相手が減量きついやろなのタイミングで試合 OK したりとかね、そうとかあるって聞きますけどね、そう、僕も聞いてる、うん、ね、でもすごいもんな、そうなんですよ、食欲って一個の欲やもんね。そうですよ。それ取られたらもうね、はい、うわーってなるやんね。はい、うわーってなる。イライラする。はい、すぐ喧嘩する。いやー、あ、すぐ喧嘩する？なんかごめん、あ、そうか。はい、それでイライラするのかな。なんか確かに今ダイエットしてるから。あ、してんの？なんで？私あの遅いよ、モデル事務所に入ってもうちょい痩せなあかんのですよ。と言われた。今よりもうちょい痩せなんだ、でやっぱりちょっとあの食べるのを我慢してるときってやっぱりイライラする。いや、それやったらその食べ物で痩せるよりもボクシングしたら食べ、ね、の嫌、毛が嫌、毛が嫌いやいや、その高い鼻とかボキン折れますから、はい、僕鼻2回折れてるんでボーンボーンって。うそー、まあ、折れたままですよ今も。うそー、折れたままだから手術して戻さんだかんす。戻すんやったら。あ、そうなんや、はい、今はずっと鼻詰まってるみたいな感じ。こっち側に骨が来てるからちょっと、あ、そう、吸える。あ、こっちの方が全然通るもん。ほら、こっちめっちゃ通る。こっち通りにくい骨。
こ最後に負けた時がこことここやられたっていう。ここはね、うん、いつ折れてるか全然気づかなかったんですよ。でも折れたなって思ったことあるんですけど、うん、何もほっといて病院行かなかったんですよ、うん、で、うん、ここを折られて、うん、で病院でレントゲン取るじゃないですか、うん、え、まゆこさん鼻も2回折れてますよって言われて、あーそんなもんなんや。でも痛いな、うん、腫れたりとかはしてたって感じですか。まあ、もう団子パネしね、腫れてもあんま分からへんゆりさんの腫れとかやったらすぐ分かると思うでもあの、まあ試合中にもし折れてたら すぐ穴が詰まってるらしいのね。あ、そうそう、詰まりますよ。そうそうそう、呼吸しにくくなる。鼻血出るだけでももう全然呼吸しにくくなるし。ですよね。で、あのマウスピースもあるでしょ。あ、どういう風に呼吸するのというか。いや、もう口呼吸口呼吸も鼻の中で吸え。 あ、そっか。はい、つらいもね。でもここ折れた時はあのここって眼下底の骨なんですけど、折れたら眼球落ちるんです、ちょっとだけ。そうそう、眼球を支えてる骨やからちょっと。そしたら分かる、人がバーって増える。そうそう、20人見える。そうそう、そう、それでもうわーってめっちゃ増えた思って、もうめっちゃいろんなとこがパンチくる思って。あ、ほんまや。そう、それで僕もう分からへんから掴んで殴ったんですよ、相手。それありなんですか。いや、反則取られてる。反則も取られてる。ズタボロですよ。クリンシじゃなくて、クリンシじゃなくて、もう掴んでバーン殴ったから、そうか、明らかにもう、はい、もう反則も取られてもう踏んだり蹴ったり、もう腹立ったっていうことね。もう使わない、もうずっと殴られるし。ああ、20人見えるし。最後の試合ですか。それ最後の試合です。それ最後の試合です。泣きながらやんだり、泣きながら、そう、泣きながら掴んで反則も取られて、もうね、もういいわと思って。そうか。うわ、すごい。でもそういう時なんかあれを自分の、まあ、コーナーに言われなかったんですか。ちょっと20とか30見られるのよとか。あ、あのレフェリーがもう試合続行止めに来てくれましたね。けど、いや、大丈夫、できるって言って。あ、言ったわけ。言って言って。ああ、そっか。なんでそんなんで。いや、分からへん、なんか分からへんけど、なんかもう引きたくないって思ったんでしょうね。なんか分からへん、負けたくないっていうところがあって。なんやろうね。だって行っても負けるのは当たり前や。もう20、30人あるから、はい、それが村越さんとの気強いところですよ。かもしれない、ね、うん、いう感じ、ね、でもパンチ当たったら倒せるって思ってたんで。ああ、はい、はい、一発で。そうもうあったらやって入ろうと思ったら、はい、まだ可能性はある。最後 KO ガって言って、ま、あれしたらね、はい、そう。あ、だから結局、一回引退してるけど6戦やって4勝 4KO で一回負けたんですよ。うん、負けたんですよ。1引き分けもそれも勝ってんもんね。まあまあ最終トーナメントは優先判定もらってるんで、はい、勝ってるからね。そうなんですよ。だからなんかものすごいドラマみたいな。いやいやいや、ドラマみたいなボクサー人生。ね、いやいや、そういう風に言ってもらって、うん、面白い。ね、いい人生送ってはると思う。いや、やりたいことはもうちゃんとやったもん。ね、そうですね。僕はやっぱボクシングやれてよかったなと思ってますよ。マネが一番、あ、やってよかったなとか思う？やっぱなんやろ、自分に自信は持てますよね。強い。ね。で余裕もできるし、そういうとこ、別に喧嘩しようとかそういうことじゃなくて、なんかわかんないですけど。自分に自信を持たっていう感じかな。そういう感じでしょうね。うん、はい。それはさ、もうね、そのトレーニングとか、うん、ね、試合とか出たりして、はい、だんだん自分信じないと試合に出ないんじゃないですか。もう出れない。怖いっすもん、やっぱ試合前。だ、ね、うん、だからその訓練で自分の自信を持つということは、はい、ね、そうですね。他の分野でも、例えばね。あ、そうそうそう、他の分野でも踏ん張れる気持ちとか、ね、気持ちあるもんね。あのしんどさを考えたらとかは多分あると思います。あるもんね。だからもっとね、僕なんかよりすごい選手だらけやから、うん、ね、その空なんかもうえげつない思います、ね、もうあの街で飲んでて、はい、喧嘩売られて殴られそうになったことってあるんですか。いや、あらへん。これはあー、でもめっちゃね、あの絡まれたりとかしたことありますね。うん、あります。でも相手怪我させてあかんしとか。いやいや、あの僕あのドラマをなんかイメージするんですけど、僕もこうやってもうだって、うわー、鬱陶しいな、めっちゃ言うてきよんなと思って、でうってなるんですけど、あのそのスタッフとかがいて、うん、もう秋元さん絶対あんな相手したら、あいつらとあいつと一緒になりますよって言って、みんなに止められて、止めてくれへんかってもきっと制御できると思いますけど。やっぱイラッとしますね。やってしもたら、だって勝ってまうもんね、うん、怪我させてまうもんね。まあね、うん、きっとね、うん、多分ね。すごい。だから
喧嘩売られても絶対勝てれる自信があるから、全然そんなも怖くないってことですよね。いやーでもやっぱ自分が格闘技やってたから、今格闘技やってる人多いじゃないですか。多いね。こう見えてめっちゃ強いやつだったら嫌やなって思う。たまたまね、もしあったらね、はい、だってほんなねえ、まあそこそこやってんのに、普通の喧嘩で負けたりしたら超恥ずかしいじゃないですか。喧嘩しないけど、最近結構絵もね、格闘技当てるとか、うん、そう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 、で普通に見えるけどね、道端で、うん、そう普通に見えるけど、はい、うん、そうそう、だからもう勝手に喧嘩しちゃダメやなと思って、はい、もうしかも8歳だし、じゃあもう40になります、41、41、はい、41、もうだから喧嘩の話してることじゃおかしいよねって。あとね、私ね一個聞きたかった質問あるんですよ、うん、何、そのプロのライセンスを取るのに、はい、筆記テストがあるって書いてあったんですよ。あ、これね、おもろい話、あの、おもろい話って言ったらあれですけど、うん、関西ないんですよ。あ、関西ないんですか。あ、今あるんかな、うん、そう、関東、東京とかのテストは、東京とかはちゃんと筆記試験あるけど、うん、関西ないんです。あ、なしでいいけど、殴り合いはありますけど、殴り合いで、まあ相手より優勢やったら、あ、殴り合いでそれを見るだけ、あれって、はい、あの筆記テストってどんなテストなんでしょうね。いや、受けたことないし、わかんないですよ。あれって筆記テストがいるんですって、なんか見たら、はい、え、プロになる前、プロになる前、はい、筆記テスト、今でも関西あれないんかな、え、今あるわ、確か、ある、今あるって聞いた、それがどんなんなんかなって思ってて、ね、なん、いやー、どんなんでしょうね、そういうボクシングのスキルをちょっともう一回再確認しようとか、まあ、まあ、例えば僕がさっき言ったように掴んで殴ったら飽きませんとか、あ、そういう、そういう、そういうルール的なんちゃいます、そうだね、掴んでやっぱ殴ったらあかんねん、掴んで殴ったらあかんす、うん、あれって空振りをわざといっぱいさせて相手を疲れさしといてガンっていくと得みたいな、そうそうそう、そういうのは上手い選手はやってくるんですよ、ね、うん、はい、あ、でもずっと勝てはったから、それも計算とかもしてたんですか、やっぱり、いや、だから空振りめっちゃさしたろみたいな、いやいや、僕、うん、僕はあの空振りさせられる側ですよ、どっちかやったら。インファイターって言って、うんうん、あの前に前に行くタイプだったんで、あ、そうなんや、そうそう、それでもだから勝つってことはスタミナがめっちゃある人なんや、いや、そういうわけでもないです、あのスタミナもそんなにない、なんでそんなに勝てるんですか、パンチ力やかな、パンチ力でしょ、うん、おー、多分 KO するし、さっきビデオ見たもん、はい、めっちゃあのスイングはめっちゃ対戦っぽかったからね、それはラッキーなことに、あ、だから、うん、あだったらもうみんなバーンっていっちゃうってことや、うん、まあちょっとその気はあったんでしょうね、 あ、 あと当たったら、あれ当たった瞬間に 2,3 秒ぐらい多分、あ、自分が大丈夫やろうとか思うやけど、3、4秒に入る時に頭がフラフラし始めたらしい、ね、あ、そうなんや、ほんで倒れて起き上がれへんかったらもう KO、はい、KO、 そうそう、起き上がれへんかったら KO、 10カウント以内に、うんうん、でもよくあるんじゃないですか、もう打たれてもなんか倒れない、あ、ありますよ、ね、おるおる、あれはなんであれ、なんか顎が強いなのか首が強いなのか、いや、あれなんなんでしょうね、僕だから引き分けた試合あるじゃないですか、うん、その相手絶対倒れる、何回も倒れそうになったのに、それやのになんかこう前に来てる。そういう選手がいるのよ、もう首がこうの当たね、当たった時にこうなってるのにパーパーパー、はい、でも、まあ、また前に来るの、そうそうそう、おるおる、あれはでもねえ、あれも強い、それも強いよね、そうしとったらこっちも疲れてくるから、あ、そう、疲れてくる、疲れてくる、で、あ、自分のもう 100% 出したのに、うん、また前に来るのは大丈夫かな俺とか思うのもね、はい、もうここ、こっちの心が折れそうになる、俺でも前に来よるって思って、ちょっとなんか気が弱くなっちゃう、気が弱くなる、あるあるある、はい、聞いたことある、あ、ね、そうなんや、この人は絶対僕がもう倒せないと思う、はい、思い込んでしまうもんね、そうそうそう、思い込んじゃう、ジャネさんもやってはったんやもんね、僕もやってね、聞き持ちある時にね、うん、似てる部分あるけど、でも全然違うね、あ、ボクシングはもうね、ここから応援のパンチだけだから、はい、そう、キックボクシングもパンチもあるけど、殴って、これはもう自分本当はもう倒れるはずやのよね、ね、そう、倒れないのよ、だからね、で普通に前に来るのよ、前に来る、そう、普通に殴られたのあれはないし、これは大変やと思う、この試合はもう結構長くなりそうやな、もうね、そういうのあるもんね、あります、今まで引退して、はい、ね、ポリッシュさんにそうそうそう、もう一回、はい、あ、もう一回っていうか、初めポリッシュに入ったのは何歳ぐらいに、
まあ、ちょっとボクシングしながら被ってるんですよ。このあの復帰して復帰のボクシングの時被ってて。あ、船越さんからこれ見えてないんですね。え、あ、僕見えてへん。そうか。あ、そこ書いたんだ。そう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 。あ、そこに あ、ごめんなさいね、ごめんなさい、ね。全然全然全然。はい。ほんで32歳の時に。あ、こうやって映ってんだよ。え、それ。困った。で32歳の時にポリシーのオーナーに。あ、そうですね。はい。なられて、でその間にもう一回ボクシングはずっと続けて、まあ体鍛える程度で、なんていうの、はい、そっちではやってます。趣味な感じで。趣味で。でなんか写真がもう一枚、今現在の村越さん、現在こんな感じで。どれどれ、あ、見えへんね。あ、これあアマチュアの大会ですね。アマチュアの大会で、はい、これはアマチュアではもう、はい、一応勝たせてもらって、勝たせてもらって、まあ、ヘッドギアとかつけてますけど。どうですか、ヘルギアつけてとかつけてないのは全然違う。もう全然違いますよ、全然違 う、はい、へもう全然違う。安心、なんかつけるんや。アマチュアはなんかつけるんや。つけますよ、はい、顔怪我しないようにそう、あの、どうやろう、何用やろう、大怪我しないようにちゃいます。機能はまああるかもしれんけど、はい、すごーい、ね、で今、美容室のオーナーもされてて、はい、どうですか、今楽しいですか。あ、今、まあ、やっぱコロナの時仕事やっぱ苦しかったんですよ、ね、そういう時は苦しかったんですけど、今はね、やっぱあの良くなってきてる風には僕は感じてるんですけど、だから楽しいか。コロナは大変だったもんね。コロナ大変やった、はい、なんかいろんな店潰れてたの、ね、そうですよ、ね、すっごいいい感じ。私も元美容師やから、専門学校の友達とかも、はい、やっぱり経営してる子いっぱいいたから、そのすごいめっちゃいい感じにガーって店舗増やしてきてた子がすごい泣いてんのとかも見てるし、もう何にもかもがもうみんなちょっともうどうなんねんのこの先って。私もアイラッシュサロン経営してるけど、これあの休業要請とかやったらあかんってなってるから、もうどうなんねんろって思った時に、私帯状疱疹できましたもん、ここ。あ、できたんや、うん、やっぱりいろいろ考えて、こう子供もいんのにどうやってシングルで育てていったんやろうみたいな感じになった時が ね、あって、やっぱり大変やって、ね、従業員持ってはるから余計に、しかも半端ない数じゃないですか、従業員の人が。いや、どうなんでしょうね。うん、だからすごい大変、はい、気持ち的にもすごい大変やったと思います。そうですね、僕それでもう僕もなんか精神的におかしいかなと思って、心療内科行ったんですよ。あ、そうですか。心療内科行った。ほんまですか。行きました、行きました。コロナの時に、コロナの時に、はい。で、ね、どういうふうに募金したんですか。いや、ちょっと俺おかしいと思ってます。そう、すごいなんか不安、毎日が不安やしって思って行って、で、こう お医者さんがね、すごい丁寧にカウンセリングしてくれて、うん、なんか心理テストとか A とか書かされて、で、こうすっごい言いづらそうに、うん、あの村子さんいろいろご苦労あると思いますって言って、うん、経営もされてますしって、うん、医者の観点から言いますと大変言いづらいですけれども、うん、正常ですって言われて、うん、普通なんですよ。わかる、そのな、絶対病気にならへんもん。いやいや、なるなるならへん。まあでも それことまで安心したけど、そうやね、病気じゃないよね、はい。みんな不安になんな、全員不安になってるから、ね、病気のせいじゃない、ね、みんな不安になってる、ね、そう、すごい言いづらそうに言うてきたから僕思い詰めて言ってるじゃないですか、そんな、そうだ、ね、なんか俺絶対病気や、いや、このまんまやったら危ないやろうなとか、あね、おかしくなり ならへんかなとかそうやね、でも、はい、9店舗持ってて、従業員やって、じゃあこれこの先どうしようって、ほんまコロナの時に、そうね、給料を払わなあかんしね、はい、そう、ほんでね、めっちゃポリッシュの、私もポリッシュ行ってるんですけど、髪の毛切りに、あ、そうそう、来てくれるね、行ってるんですけど、みんなすごいね、あのすごい大好きなんですよ、村越さん。いや、そんなこと、村越さんの自慢ばっかりを、なんかシャンプーの子も言うてきたりとか、俺何言うの、俺平越さん、メイクさんにね、この間サウナついて行ってもらったんですよ、船乗ってねとか言うて、みんな船越さん、船越さんごめんなさい、エイチョ村越さんのあのエイチョ自慢をめっちゃしてきはる感じ
やすごい大好き、みんながすごい大好きな、ね、でも多分もうキャラクター的にね明るいやん、そうでみんな引っ張ってくれるから大変なことがあっても多分な大丈夫だよ、やりましょうやいやいやいや、そこまでいけないっすよ、うんうんうん、はい、いや多分ね自分はそう思わないんだけど、でもそういう、はい、何て言うの、個性っていうかな、はい、多分ボクシーのねおかげもあるかもしれない、あ、それもあるかもしれない、あ、私それ絶対あるかもしれないですね、うん、ボクシングでこの、 あの人柄ができたんやと、ね、うん、ほんでものすごい急テンポのオーナーやったらもっと偉そうにするっぽいのに、うん、出会った時からずっと謙虚なんですよそうすごい謙虚、謙虚でフレンドやしね、うん、でも僕声でかいですよ声でかいやつ謙虚ちゃうでしょ声でかい人は自分の自信の表れなんですって、うん、やっぱり、あ、そうなの、うん、そうか、自信がある人は声に出るっていうんですよ、うん、でもたまになんかもう声でかくてバカないというか、そう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 、でも、俺はうるさいだけやもんね、たまにいるのよ、うん、アホなのね、めっちゃ声でかいね私も声でかいからね、なんかぐさって、俺か私も声でかいもんすごい、ほんでそのポリッシュを、はい、この先どうしていきましょう、あ、そうですね、ポリッシュね、うん、この先、まあ、僕らがね、うん、店舗出させてもらってる地域がお得に地域が多くて、うん、まあ、宇治とかね、桂、うん、とかももちろんあるんですけれども、お得に地域周辺なんですね、宇治もあんねや、うん、そうなんですよ、で、まあ、特にお得に地域の中心言ったら、あ、中心って言ったら他の市に申し訳ないけど向こう市、うん、向こう市ってあの西日本で一番ちっちゃい市なんですよ、え、まあ、そうなんや、そうなんですよ、あ、ここに僕ら異常に出店してるじゃないですかだからね、やっぱりポリッシュの何でしょう、向こう市お得に地域をどん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 盛り上げていきたい、ほんまに盛り上げていきたい、うんうん、ね、そこがいい、ね、そこがやっぱ沈んでいくと、うん、僕らもやっぱ沈んでいくし、だし、ね、うん、地域が盛り上がるようなことをに何かね、やっていけんかなっていうのを、ね、向こう市っていう市があるんですけど、うん、競輪場がなくなるんですよ。ああ一応横にちゃんと、あ、競輪場、あの作られるんですか、一回潰されるけど、一回潰されるけど、そこにアリーナができるアリーナができるんですけど、それも私別に村越さんから聞いてるわけじゃなくて、ポリッシュの従業員の人から聞いてるんですけど、村越さんが、はいはい、そこでご当地アイドル作るっていうこれがそこのアリーナの説明会で、あのギーさんが説明してくれて、はい、何か用語ありますかって言うと、はいとか言ってそう、私そこら中の人にそのポリシーのオーナーの村越さんがそのつもりで言い張りますっていうのは言うふうにするんで、C の人がそういうことやらないかなって、ご当地アイドル作って、ね、せっかくやし、ね、結構ね、いいじゃないですか、著名な人を読んでライブさすのは考えてるみたいなんですよ、カメコの方のアリーナあるじゃないですか、うんうん、あこう桃黒とか読んだらもうすごい経済効果6億とか、ああそうなんや、うん、それを向こう市でも、そう向こう市で、うん、だって向こう市の規模だってそこよりでかいし、収容人数やったらね、うん、それはなんかそれはやらないのもったいないですよって、フランコさんやってくださいよ、いや僕はできないですよ、僕はできない、僕は美容師さんがね、そのヘアメイクとか、うん、そういうのに携わることはできるかもしれないですけど、まあやっぱね、市とかが盛り上げてくれて、 ね、うん、地域のそういう、まあ、ご当地アイドルでもご当地バンドでもご当地ダンサーでも何でもいいんですけど、インフルエンサー的な人ができて、うんうん、ね、あここの街いいですよって盛り上げてくれるのもいいですし、飲食店とかでもね、うん、何でも物販でも、うん、ちょっと美容室もいいですめっちゃ多いですもんね、あの辺、はい、やっぱポリッシュ、ほんで、会社の強み、あ会社の強み、うん、それはやっぱもう美容室なんでありきたりなことになるかもしれないですけど、うん、やっぱ人ですかね、あでいい感じに人が、ね、で僕らのところ、うん、それこそ砂川マネージャー、うんうん、砂川くんが人技術、うん、カットがね、僕やっぱね美容師さんってカットが一番難しくて、カットが一番ね、うん、大事だと思うんですよ、うんうん、もちろん他の技術も大事ですよ、うん、でそこを一番教えんの上手な人が教えてる、うん、一番ベースの基礎のところを、温厚なんですよ、そう顔うるさい顔してんのに温厚な顔してる、あ、そうなんや
ほんまに顔うるさいのに、はい、おとなしい温厚な子いるんですよ。そうそうそう、黙ってても音鳴ってるような顔してるんですほんまに。あ、沖縄の子なんです。そう、沖縄の都島の、まあ、出身の人で、でやっぱその人が教えてくれてるから、多分ね、そのカットの技術っていうのはやっぱ、若いスタイリストもそこそこのもうモテてる、うん、あ、まあ、技術職、あの美容師とかアイラッシュとか全員そうなんですけど、はい、もう技術が上手くて当たり前なんですよ。技術のクレームが出るってもう恥ずかしいんですよ、はい、だからやっぱりその技術のクレーム、あの、口コミ、はい、そういうのとかもうなくて当たり前やから、うん、そのレベルにも、うん、はい、持っていってんのが砂川くんやから、砂川くんすごいね。そうそう、砂川くんがね、うん、やっぱそれをやって担ってくれてるから、うんうん、でみんなやっぱり接客とかもものすごいみんなあの優しいふわーっとした、みんなそれもなんか教育されてるんですか。いや、それはあんまり知らない、これから続きます、はい、いやでもみんながふわーんとしてる、はい、あ、そう言ってくれた、でもいい、いいことよね、なんかそういう、うんうん、はい、ギクシャクしてないっていう、うん、あ、そうです、仲ギクシャクしてないもんね、みんな仲いいもんね。あ、まあまあまあそうやと思うんですけど、うん、たまに喧嘩しております。あ、ほんまたまに喧嘩しております。そういうのとか苦労あるんですか。あの従業員のコーラが、はい、個人で LINE 来て、あいつがねみたいなのもある。まあほんまだいぶ減ったけど昔なんかね、ようあったけど、もうほんまに減ったね。で、たまに聞いても、あ、これは言うとるわ時間が解決するかなとか。みんな経営者で困ってんのは、はい、その人間関係を全部くるから、それが一番大変やって。あ、そう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 、それがそうですね、うん、でもね、それもなんでしょう、ちゃん、うーん、まあまあね、みんな絶対抱えてるもんあると思いますけど、うん、でも ちゃんと成長できて、うん、でそれなりにね、いろんな、なんでなんて言ったらいいやろまあちゃんと美容師さんとして前に進んでるっていう感覚をしっかりと持たせてあげれてたら、うん、ね、うん、結構乗り越えていけるんちゃうかなと思いますけど ね、うん、はい、どうぞ皆さんポリッシュ、ポリッシュぜひ行ってください。京都の方、お得に地区の方、ポリッシュいいです、ぜひ行ってください。あんま大したことないぞとかいうコメント入ってたらどうしよういや、だ全然そんなポリッシュ、ポリッシュは何語、なローマ字ですか。あ、英語で P-O-L-I-S-H。 あ、ポリッシュね、はい、ポリッシュ、ポリッシュ、磨く、輝く、洗練するっていう、そうそうそう、ね、はい、そういう意味を込めて。なるほどね、はい、そういうことで、おー、おー、はい、そうなんか、うん、だからポリッシュって言ったら、はい、あんまね、あ、親父がつけたんですけどね、その名前。あ、そうだね、はい、そうなんです。そして村越さんはですね、一番最初にも言いましたがですが、FM お得に、はいはい、お得に乙姫みかみかみかりんの、パーソナリティもされてるんですよね。あ、そうなんですよ、僕ラジオパーソナリティもやってます、はい、私の 、はい、大先輩なんですよ、パーソナリティ。いや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 、なんていう番組、みかみかみかりん、みかみかみかりん、あ、説明してください。お得に乙姫みかみかみかりんっていう番組で、そこの僕なんでそんな名前やねんっていう話なんですけど、あのミカリンっていう人がパーソナリティで、その人のアシスタントをずっとやったんですね、うん、ああ、ミカリンっていう、そう、ミカリンで、ミカリンっていう子が、まあ、結婚でニューヨークに行っちゃって、うん、で席空いたから、あ、じゃあ僕やりますわって言って、ああ、そこから自分がそっからです。で名前も、まあ、変えてもいいんやけど、まあ、ミカミカミカリンの時の、うん、あのリスナーさん、うん、もういらっしゃるしね、そのままいててほしいなっていう思いで、ね、もう名前変えて、そのままね、まあでもあの、うん、いいけどね、ミカミカミカリン可愛いけど、そうそうそう、でも喋っててこんなおっさんやけどねそれでもいいよ、うん、それいつや、いつ放送ですか。毎週金曜日の、うん、5時半から7時、うん、夜、昨日もやってました、うん、でただ僕も仕事が入ると仕事優先するんで、うんうんうん、その時はあのアニメソングが流れてます。あー、はい、あ、ずーっと1時間半1時間半アニメソングだよそうなんや、もうええってって思われてるかもしれないそう、それにゲスト出演させていただいて、そうめっちゃおもろかった、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 最高。ほんで途中で音楽、あの曲とかもかけはるから、はい、ちょっと休憩もでき、うん、つつつつつつみたいな、そう、これずっと喋ってる、ずっと喋ってるからね、すごいわ、これすごいわ、うんうんうん、音楽かけれるんやったらかけてちょっと休憩したい時ありますよでも2人とも多分もう2時間でもずっと喋れると思う。あ、喋れる、いやいやいや、あ、でもね、もしここが一緒に住んでたら、はい、逆に静かいと思う。
かもしれない。お前となんかわかる。外でやったらうわーしゃべるけど、あ、ごめんなさい。多分二人でずっと一緒におったら、ずっとなんか携帯見て静かにしてる。いやそうかもしれない。もう俺もうこれヘッドホンかけてアニメ見てるかもしれない。でもパーソナリティとかねラジオやったらもうずっともう多分ネタが切れないと思う。あずっと喋ると。あでもほんまにめっちゃずっと嬉しそうに喋ってはる、うん、そう。えその時もそうでした。うれしそうにずっと喋ってはった、うん、あそうですか、うん、なあ向いてると思って。あいやいいな。いやすごい緊張するんですけど。でも緊張してる感じは一切なかった。あんまり見てない、うん、あそうですか、ね、おしっこしたいんですか。いやいや今だから大丈夫です。あの僕やっぱトイレ近いんですけど大丈夫。この始まる5分前にちゃんとしたやっぱりそう。でも多分ね緊張し始めてたらもうトイレ行きたくなるんですか。あそうなんですか。僕でも全然今したくない。いやあのいつも僕もそういう感じあるんですよ。普段自分がやってる時、あの音楽の間にめっちゃトイレ行くんですよ僕。あ行ってた。行ってるやろ。行ってた。おそれそれそれすぐ行ってた。すぐ行ってる。おうおうあ僕もそういう現象があるのよ、うん、例えばあこういう大事なものを、うん、その直前にずーっと別に何もよしこしたいとか思う、はい、5分前とか、はい、3分前なんかよしこした私でも逆にしたいって思いながら、うん、今もなしたいなって思いながらやってたけど忘れる。あ忘れんの。忘れるね。あのねそろそろ思い出させてあげる。今大丈夫。どうよ思い出した。思い出した。今大丈夫。したくなってきたからそろそろ締めようかなと思って。自分のトイレのタイミングで、ね、あのね、はい、あのこのうちの番組でこの締めるタイミングでトイレの話で締めるのやめましょう。いや俺ひと言やから。それでもかまへんや。あそういう仕返しや。そういう仕返しをやりました。リエさんの番組やから。前代未聞や。そういうトイレの話で締めるみたいな。あし忘れた話とかないですか。宣伝。宣伝言いたいこととか。いやいやいや全部ねいろいろと聞いていただいて。これだけは言いたいみたいな。えなんかあったっけ。なんかそんな言うてた。僕さっきイベントがもう分かった。他力本願の話したいとか言ってた。他力本願、うん、あえでも他力本願ですよね。ねほんまに。いやでもすごい他力本願がもらえるぐらいに謙虚で自分でめっちゃ頑張ってはる方です、うん、あそれは思う。ほんまにすごいあのみんなのことを一個一個よう見てあげてしてるって感じがする。ああなんか嘘をついてる感じじゃないね。本心で言ってくれてさえね。うんうんうん、あでもそうじゃないとね。そんな、ね、急テンポも持てない人柄よくない。もうほんまにでもね、うん、そんだけ支えてくれる人ら、うん、そしてね、うん、頼れる人らがいるからできてるだけで、ね、うんうん、で研究でみんなも普通にねスムーズに話せる、はい、そういう壁がないんだよね。そうですか。相談したいんだけどでもどうしようっていうではないでしょう。そうあもう相談持ってた中のねすごく普通に聞いてくれる人な感じだから、はいはい、ああそういう感じだもん、ねうんうん、そうでありたいけどもう相談とか言われたらもうちょっと他の人してやって心で心でうるせえ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 相談してくれていいよ。はい行きます。相談してあげてください。はいポリッシュの従業員の方。それでは締めましょうか。あすいません締めましょうか。はいではすいません、はい、今日も皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは今日のあなたも素敵やー。素敵やー。今日のゲストは村越さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。また次週ありがとうございます。ありがとうございます。